それでは認知症予防のエクササイズ、コグニサイズをご紹介していきます。皆さんも一緒に頭を使いながら体を同時に動かしていきましょう。まずは初級です。左右にステップしながら数を数え、3の倍数の時に手を叩きます。これを30まで続けます。では一緒に行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次は中級です。足の動きを増やします。前、後ろ、右、左に大きくステップをしながら数を数え、3の倍数の時に手を叩きます。これを30まで続けます。では一緒に行いましょう。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。最後に上級です。動きは中級と同じです。前後左右にステップしながら数を数え、3の倍数に加え、2がつく数字の時に手を叩きます。これを30まで続けます。では一緒に行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。コグニサイズはいかがだったでしょうか。楽しみながら習慣化していきましょう。今回の動画は第150回オンライン公開医学講座、今日からでも遅くない認知機能を鍛える体操脳トレの講座内でご紹介した運動です。ぜひ講座本編も合わせてご視聴ください。参考になりましたら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。